チャオ、あっちゃんです。今日は、じゃがりこ、カルビーじゃがりこ、チェダー&サワークリーム、買ってきたんで食べたいと思います。期間限定チェダー&サワークリームじゃがりこ、何も書いてないよ。爽やかでチェザーイスキーって書いてあるね。何も書いてない。寒いギャグを書いてある、ね、どこに。サワーガシーで、あ、ここへ。エネルギーは 1箱あたり、258キロ、高っ。はい、タンパク質 3.3g、 脂質 12.5g、 炭水化物 33.1g、 食塩相当 1g。 硬さが特徴の商品です。口の中を痛めたり喉に詰まらせたりしないようによく噛んでお召し上がりください。特に小さなお子様には注意くださいって書いてあるね。注意しながら食べてください。はい、ということで食べてみたいと思います。よいしょ。おー、チェダーシーズのいい香りがする。ではこんな感じです。食べたいと思います。あっちゃん、チェダーイーズキって何？チェダーイスキー、チェって何？分からん。あのね、チーズの香りがすごいで、カッチュって、あのチーズのじゃがりことは違うね。で、サワークリームがね、分からへんかったよ。感じて、あ、噛んだ瞬間チーズがやってきて、あとじゃがいもが来るね。で、食べ出したらキリがない。飲み込んでなくなった余韻で、ほんのり甘いさつまいもの、さつまいもじゃない、じゃがいもの甘い風、あの香りと一緒にサワークリームの風味が入ってくるって感じ。なんか時間差で面白い、味面白いこれ、あちゃん、これ何？噛んだら噛むだけね、何、味が出てくる味。シンス1995、1995年生まれってこと。1995年にこれがあのじゃがりこができたよっていう趣旨。結構古いね。美味しいね。今の6年生ぐらいの時、6年生が生まれた時ぐらい。もうちょっと前。もっともっと前。もっと前。今の6年生は2005年ちゃうか。そっか。10年も離れてたわ。美味しい。95年やろ。だから22年経ってる。22年か。20周年でコラボとかもしひんなんかな。あったんちゃう ?2 年前に。いろいろ。美味しいこれ。で、じゃがいもの味がやっぱりしっかりして、じゃがいこ結構好きで、じゃがいも、じゃがびの方がね、まあじゃがいも感あんねんけど、じゃがりこはじゃがりこで好きで、やっぱこのじゃがいもポテチとかよりずっとじゃがいもをこう主張してる、好きで、でこの硬いガリガリする食感も好きで、結構じゃがびそのシリーズ好きやねんけど、じゃがりこはいろんな味とコラボしてくれるから大好きで、よく買う。じゃがみの方がな、当たり前のようなな、なんかじゃがいものさ、料理でさ、入れるような醤油とかバターとかばっかり出してる感じするな。時々なんかコラボするやん、じゃがみ、ね、じゃがりこ美味しいね。はい、ということでこれね、コンビニで買ってんけど、チェダー&サワークリーム味、今多分今売ってると思うんだよ。
よかったら食べてみてください。美味しいです。はい。ということで、またね、ちょっと料理に置いといてあげようと思います。はい、では、またね。バイバイ。